投資のチャンネルの皆さん、こんにちは。投資系 YouTuber のポンチョです。新 NISA、2024年から始まりましたが、すでにインデックス投資などで積み立てをしている方もいらっしゃると思います。 その上で、新妊娠でもし、毎月10万円の不労所得があったらいいなっていうことを考える方もいらっしゃるかもしれません。ということで、今回はですね、切り崩しも加味しながら、再現性のある新妊娠戦略として、まあ、毎月10万円の不労所得を目指そうっていうのを、楽天証券経済研究所の香川さんと、水保証券の倉持さんと一緒に解説していただきたいと思います。 では早速、不労所得戦術ということなんですけど、今回ですね、新 NISA で毎月10万円っていうのがプランなんですけども、香川さん、ぜひですね、今回の作戦っていうのをコンセプトとして話していただければと思うんですけど、お願いします。はい、えー。私からはですね、えー、新ニーサを活用して、寝かせて、まあ、福利運用で月10万円不良所得作戦と、えー、前提となるのがー利回り7%ということで、寝かせてから新 NISA で3000万円を築いて、 不労所得を作ろうという、そういうシミュレーションを見ていただきたいと思います。えー、こちらのですね、えー、図表はですね、えー、新忍差で毎月10万円の不労所得を得る方法についてシミュレーションしたものです。えー、ご承知のとおりですね、えー、成長投資枠は1年で240万円、積み立ては120万円、合計360万円というのが年間の、まあ、あ枠なんですけれども、えー、これですね、 上限が1800万円というふうになっております。まあ、一言で言えばですね、この節税枠をですね、最大限に早めにですね、活用していくと。ま、いうことで、この緑色、想定リターン。まあ、とりあえずですね、年率7%と、ま、すれば、青色の想定時価はですね、約10年後、2034年にはですね、3000万円ぐらいになるわけですね。で、その後なんですけれども、 えー、この解約率、まあ、取り崩し率ですね、これを4%とすればですね、えー、一番右の赤いラインですけれども、2035年から年間116万円ということは逆算すればですね、月10万円程度、これをですね、毎年、えーまあ、あ得られていくと。 いう、こういうですね、シミュレーションが可能で、一方で想定時間資産の方は少しずつ、少しずつまた伸びていくと。まあ、こういうですね、まあ、ポートフォリオが考えられるということだと思います。 ありがとうございます。あくまでまずコンセプトというところだったんですけど、ちょっと気になる部分っていうのが、想定リターン年率7%っていうのがちょっと強気じゃないのかなっていうのを思うんですけど、ここら辺水保証券の倉持さんいかがでしょうかはい。アメリカの最大の公的年金であります、カリフォルニア州の職員の退職年金基金。まあ通称カルパースと呼ばれていますけれど、これの直近10年のですね、 え、この収益率が7.1%。そして二十二、二2023年度の この目標リターンですね。これが6.8%ということになっています。まあ、非常に先進的で分散されたですね。ポートフォリオを持っている年金ということになりますので、そこはそういった数字を出している。それからあとは日本の年金の GPIF。これの直近10年の資産収益率も6.8%ということになります。やっぱり年金ですからね。安定的に 運用していかなきゃいけない。そういう面では長期視点と分散という視点で運用しているそういった大きな年金基金のですね、実績とか目標といったところが7%前後ということですから。ま,あ、まさに資産運用を長期,長期的にやっていく上での一つの想定利回りとしては目安になるんじゃないかなと思いますね。 ありがとうございます。じゃあ過去の実績とか年金運用期間の予想的には7%実現できそうっていう話だったんですけど、じゃあ今回の作戦で実際にどこの投資先を選んでいくのかっていうのを香川さん教えていただいてもよろしいでしょうか。はい。まあ私はですね、えー、その中心を担う,担うマーケットとして、まあ米国株式、日本株式、そして インド株式のまあ長期的な投資戦略のご紹介したいと思いますありがとうございますじゃあ米国株式の今後の見通しぜひですね紹介していただきたいんですけど香川さんいかがでしょうかはいこの10年後の見通しとして SP500 はですね14000円を目指してもおかしくないんじゃないかなというふうに思っておりますまあそういうとびっくりされるかもしれないんですけども左上に書いてありますと2005年以降の歴年騰落率平均は 9.4%のプラスでした。で、今年2024年末予想値をですね、5600ポイントと想定し、その後、2025年以降、この想定平均投落率をプラス10%として、福利運用を考えますとですね、2034年末までに、まあ、14000超えというのが可能であると。 まあもちろんですね、この一本調子ではなくて、上下上下に破線で示してあるようにですね、変動はしていくと思いますけれども、右下ご覧ください。この1万4000というものを目指すための条件ですね。アメリカが世界最強の資本主義経済として成長し続けるということと、まあその中核である合法移民ですね。例えばエネ i d i a アルファベット。 そして、マイクロソフトの CEO はですね、この台湾系アメリカ人だったり、インド系のアメリカ人だったりするわけですね。ですから、そういった優秀な方々が企業を経営し、労働人口の増生、これが続いていくと。そして、一番重要なのは、一番下ですね。AI 革命の進展で生産性と収益性がいろんな産業でこう広がっていくと。 ということが挙げられると思います。まあ、こちらのチャートはですね、マーケット US というところがこの予想している AI の世界市場の規模の見通しをお示ししたものです。結論から言いますと、2032年、この AI のマーケットはハードウェア、ソフトウェア、サービス全部合わせて2兆7450億ドルに拡大していきます。 これはですね、2022年の実績に対して21.3倍なんですね。これ年率換算すると3、40%ずつ成長していくということなんですね。ですから、この赤いラインに見ていただきますと、今は生成 AI と、まあチャット上でいろいろなものができるという AI がチャットから飛び出てですね、ロボティクス、まあヒューマノイドとも言われますけれども、そういうところに汎用 AI、 えー、この AGI というものにどんどんこう進化していくと。そしてですね、えー、10年後にはですね、まあシンギュラリティって言うんですけども、AI が人類の知恵をどんどん上回ってですね、アーティフィシャルスーパーインテリジェンス、まあ人工超知能ですね。まあこういった水準に、まあ急加速していくと。まあいうことであれば、えー、こう新陳代謝を繰り返しながらもですね、米国の企業産業の 生産性や収益性が伸びていくということをですね、成長のドライバーというふうに考えております。ありがとうございます。じゃあ、今回の3つの柱のうち、米国株は年率10%っていう予想なんですけど、ちょっとですね、これ、まあ専門家にもよってですね、予想は異なるかなとは思うんですけど、今回倉持さんはこの予想について、実際に米国株これ以上に伸びていきそうとか、こんぐらいがまあ確かに妥当かもしれないっていう意見あるんでしょうか はい。えー、っとですね。まず、アメリカのその強気相場と弱気相場、この組み合わせで考えたいと思うんですね。アメリカの強気相場っていうのは基本的に5年で、ざっくり言うと2倍になる。で、その後、1.3年の調整期間、弱気相場が来て、その時は大体、だいたい30%ぐらい下がる。で、そのまた、その安値からまた2倍になって30、30%下がってということを繰り返している。で、平均的にはですね。 で、今回の安値っていうのは2022年の10月に S&P500 は3570ポイントぐらいで安値をつけてます。そこから2回の強気弱気相場強気弱気相場と来た場合に大体計算しますと2033 20年ですね。2033年で大体11500ポイントということに計算になりますので、まあ、これはあくまでも過去の この傾向をね、引っ張ってきたということに過ぎないとはいえ、一つの目安にはなるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ、今回、米国と日本株とインド株、三つの柱がありましたけど、日本株もですね、このポートフォリオのうちに入っているっていうことなんですが、日本株は今後どうやって伸びていきそうっていう予想なんでしょうか、加さん。はい、えー、こちらご覧の通りですね、10年後見通しと,として、日経平均は10万円を目指すと。 いいいうチャートをですすねご覧いただいております私はですね、日本株の今回の相場は、2012年の末から始まったアベノミクス。まあこれがスタートポイントだと思っておりまして、 え、歴年平均騰落率は14.4%だったわけですね。まあ、今年の年末4万2000円だとして、えー、この毎年10%ずつで日経平均が伸びていき、まあ、上下上下、この破線で示す通りありますけれども、福利効果で伸びていけばですね、2034年末に10万円を超えていくというのは非現実的だというふうには思っておりません。まあ、ただその条件として、右下に書いてありますけれども、脱デフレからですね、 物価と賃金の好循環が実現して、インフレ環境になっていくと。まあ、要するに物価が上がっていく状況が続いていくということに加えて、企業の資本効率向上ですね。まあ、PBR 改革とも言われておりますけれども、統治改革、ガバナンスが進展していって海外から評価されると。それからですね、規制緩和、成長戦略。 日本はですね、半導体製造強国になってきていくと。それからあ、この一般個人の貯蓄から投資への流れで、個人のお金もですね、日本株式市場に流れ込んでいくと。まあ、こういうですね、条件が整えば、 えー、福利効果で、えー、日経平均が10万円を10年後に目指すというのは、えー、実現不可能じゃないんじゃないかなというふうに思っております。ありがとうございます。ちょっと YouTube を見てる皆さんにとって、私も実際に YouTube で育った身ですけども、日経平均が10万円っていうのはなかなかどうなのかなって思っちゃうところもあると思うんですが、そこら辺倉持さんいかがなんでしょうかはい、そうですね。まあ、世界の名目 GDP と、それからまあ、日本の名目 GDP。 この二つをですね、使って、それも予想は IMF、国際通貨基金の予想をベースにしながらですね、 少し考えてみますと、この2 0 3 2 0飛び34年ですね、ここでの EPS をですね、計算してみました。そうするとですね、大体ですね、367.5ポイントにトピックスはなるんですね。で、それにですね、PR16 倍、そして、まあ今の足元の日経平均とトピックスの倍率の14.2倍を掛け算すると、大体8万2千円ぐらいになります。 で、そこに今、香川さんが言われたように、まあ、脱デフレの好循環とかね、えー、この経営改革で PR が、じゃあ17倍だ、18倍だというふうになると、今の8万2千円より、さらにまあ、上の評価になってくるということになるんで、まあ、その辺のところが、まあ、一つポイントになってくるのかなとは思いますね。ありがとうございます。じゃあ、今回、米国、日本、インドの最後の柱のインドについても解説いただけるでしょうか、香川さん。はい。えー、参考までにですね、こちらにお示ししたのが、 IMF 国際通貨基金が半期ごとに発表している長期 GDP 見通しですね。これはドルベースなんですけども、こちらの方をご覧いただいております。 1980年以降でお示ししてます通り、まあ先進国でダントツ第一位は米国なわけですね。2029年に35兆ドル。ただから注目いただきたいのは一番下の緑色のですね、インドなんですね。旧創始国のイギリスを2022年に抜きました。そして2025年にはですね、日本を上回っていく見通しです。そして2027年にはインドの GDP は このドイツを抜いてですね。 世界第3位に、まあ、膨らんでいくわけですね。ありがとうございます。じゃあ今後 GDP 非常にですね、伸びていって第3位になるようなインドなんですけど、その株価指数はどういう予想を立てているんでしょうか。はい。まあ、インドの株式市場を代表する、象徴するですね、指数として、まあ、ニフティ50指数っていうのがあるんですけれども、えー、こちらの方の10年後見通しをですね、えー、お示ししておりますけれども、まあ、現在ですね、えー、この2500ポイント弱なんですけれども、まあ、7 0 18.7万ポイントにですね10年後になってもおかしくなんじゃないかなというふうに思っております2005年以降のですね歴年投落率平均は16.8%でしたということを考えますとですねまあ上下上下はありましても2025年以降の想定平均投落率を12%と いたしますと、2034年末にはですね、7万7千ポイント台。これを目指していくのかなと。この右下にですね、そのための条件書いてありますけれども、インドの総人口はですね、2023年に14億2000万人台で中国を抜いて世界一になりました。生産年齢はですね、この、 生産年齢人口と言われますけれども、平均年齢が28歳代。そしてですね、貧富の格差ありますけれども、平均所得。これはまだまだ低いです。これがですね、増加していくと。つまり中間層と富裕層がどんどん増えていくと。そしてですね、その中で内需が拡大していって、そしてメイク・イット・インディア。要するにモディ政権が掲げているですね、製造業。 のですね競争力強化、外需拡大が加わっていき、そしてですね、2036年に予定されているオリンピック、これですね、モディさんの第3期目の、まあ、公約というか目標ですので、これでインド招致が決まれば、まあ、インフラと言いますけれども、社会的基盤のですね、整備が進み、運輸網のですね、この整備が進んでいけば、まあ、1964年でしたっけ、日本がですね、 え、アジアで初のオリンピック開催した時の前の高度経済成長時代。え、これがですね、え、このインド株式の成長のドライバーになっていくんじゃないかなと。まあ、こんなふうに今思っておりまして、まあ、派線で上下上下はするものの、 え、インド株式の成長に期待していきたいというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ、インドかなり前向きな予想だったんですけど、こちらの予想、倉持さんいかがでしょうかそうですね。2006年以降の Nifty 数の予想 EPS の平均、年平均成長率が大体いい10%の増益なんですね。 このやっぱり EPS と株価っていうのは非常にまあ連動するっていうことでいうと、まあ、この株価のね、騰落率の平均の16.8よりは低いけれど、そもそも一株当たり利益 EPS が過去10%で伸びてきたっていうことは一つのポイントかと思います。で、まあそういう面ではまあ,ある程度、この同じようなことを考えているんですけど、香川さんね、インドというと、まあいろんなね、リスクもあるんじゃないかなと思うんですけれど、その辺はどんなことがありそうですかあ、おっしゃる通りですね。 やはりですね、インドというのは新興国市場ですから、まあ、ありがちなのが、新興国通貨、インドの場合はルピーですけども、これがもし安くなる、すなわち逆に言うと円高ですね、になりますと、円建てのインド株式リターンが一時的に性を低下するということは考えられますね。そしてインドはですね、ヒンズー教の国なんですね。モディ政権のインド民主党は、 人口の8割を占めるヒンズー教徒で、えーまあ、支えられていると。ですからそれがですね、イスラム国と、まあ、紛争になったりしてテロが発生するとお社会不安、政治不安になりやすいですねと。あと国境問題がですね、パキスタンとか中国とかと抱えておりますので、それがですね、再燃するとインド株式市場にはですね、えー、若干ネガティブと。あとカースト制度っていうのがありまして、えー、要するにですね、 まあ、あの身分制度がですね憲法では禁じられてるんですけども未だ現存しておりますしたがって、えー、貧富の差解消とかそしてですね中間層の拡大がですね予定よりも、まあ、あ遅れるというようなリスクというのも考えられると思いますですね。うん ありがとうございます。まあ、リスクはあるものの成長を期待したいっていうインドと、あとは日本、米国、まあ、三種の人器みたいな感じで挙げていただきましたが、実際にですね、投資をする上で、これ、三分割してしまえばいいのか、それとも独特のポートフォリオの組み方があるのか、そこら辺をお伺いしてもよろしいでしょうか、香川,川さん。はい。そうですね、そこは難しいんですけれども、まあ、私はですね、まあ、この成長証券、えー、と言われる、まあ、こういう株式、まあ、米国、日本、インド、 これにはですね、例えば、5、4、1、すなわち、米国5割、日本4割、そして、インド株式にですね、いわゆるコアサテライト戦略の、まあ、サテライトという意味で1割と、まあ、こういった比率でですね、投資していただくことも、まあ、それはそれぞれ投資家のリスク許容度、 お好み、相場感あると思いますけど、一つの目安にしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ、こんな感じで、もし5、4、1で投資をして7%で増えていった場合っていうのは、資産学的にはどんな感じで新ーサ口座増えていきそうなんでしょうか、倉本さん。はい、こちらにありますようにですね、青い棒グラフのところがですね、想定時価資産ということになります。で、当初段階でですね、5年間でこの新ーサ枠の360万円を毎年投資して、5年目で1800万と。 で、そこからですね、えー、想定資産成長率。まあ、先ほどありました、年率7%っていう形で運用していくと、その福利効果によって、2043年ぐらいにはまあ5000万を超えて、 そして2050年には、想定自家資産んが8,533万円まで伸びるというですね、まあ、シミュレーション結果になります。ありがとうございます。まあ、これはあくまで福利運用でどんどん運用を続けた場合ですけど、今回はあくまで月10万の不労所得を作ろうということで、じゃあ最後ですね、10万の不労所得を作るためにはどういう戦術かっていうのを改めて説明していただけるでしょうか、香川さん。はい。えー、こちらの一覧表でですね、えー、お示ししました通り、まあ、想定リターン。まあ、これはもちろん毎年 ぶれるものですけれども平均7%としてですね想定時価がですね2035年ぐらいにですね、まあ、3000万円ぐらいに膨らんできたらまあそこをきっかけにですねこの解約率取り崩し率をですね4%、えー、つまり4%ずつ切り崩していけば右下に書いてありますけれども、まあ、120万円前後、まあ、月に直すと毎月10万円の まあ、不労所得を得られるポートフォリオがですね、えー、成長していくということですね。ですから、想定リターンが7%、解約率4%ですので、まあ3、3%ずつはですね、また資産も伸びていくという、そういう楽しみなですね、えー、この資産運用ができるということで、まあ、見ていただければいいかなというふうに思います。 ありがとうございます。今回大事なポイントっていうのは、1800万円を1回ですね、積み立てた後、寝かしてしっかり3000万円まで増やしてから、月10万円のフロー所得を獲得するっていうのが重要なポイントだと思うのと、あと今回あくまでですね、360万円で最速で1800万円を貯めたパターンですが、例えば入金力によっては、毎月15万円ずつで頑張って1800万円を埋めて、また3000万円に到達するまで寝かして、そこからですね、切り崩すっていう、いろいろですね、チューニングをしながら、 考えてててていいいいたただだ毎月10万円のの所得っっうのを作っていただければと思いますということで、今回ですね、大事なポイントは寝かせて3000万円までは持っておこうねっていうところだったんですけども、このチャンネルではですね、それ以外に今回 s P500 が今後どうなるかっていうのを10年後単位で予想しましたが、 定期的に1ヶ月に1回ほどですね、今後の予想について、米国株についてはフューチャーしながらですね、紹介していますので、ぜひそのような情報も見逃さないようにチャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いします。ということで今回は毎月の10万円不労所得戦術ということだったんですけど、ぜひ皆さん3000万円をしっかり新人差で築けばこんな未来があるんだなっていうことを期待してですね、投資をしていきましょう。ではではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。